友長、源、友長は、平安時代末期の武将、源義朝の次男、母は、秦野義道の妹、源頼朝、義経のイ母に、相模国松田号を領して、松田加者と号した。また、松田殿とも呼ばれた、父や兄弟と共に平治の乱で、平の清盛らと戦うが敗れ、父や兄弟と共に、 東国へ落ちる途中で総兵の落ちうどがりで負傷し、傷が悪化して死亡した。平時の乱以前の友長の生涯においては、民間の記録が確認されている。法元4年2月、蕎麦天皇王女古内神皇が二条天皇の中宮のとして立皇した際、その中宮の昇進に任じられている。また、この頃には、十五一下の位械を得ていた。同じ頃伊のは、 ジョイン号を得た、上西門院の倉人に任じられている。平治元年12月、父の義友は、半信税派の中心にあった、藤原信頼と結んで刑でクーデターを起こして三条殿を襲撃、その後同じく信頼と結んだ、現候補によって信税は打ち取られた。だが、熊野三景に出ていた、平野清盛が、政権掌握後信頼と賢悪になった二条天皇派と、 手を結び二条天皇を自陣営に迎え、後白河上皇も代理を出てしまう。十二月二十六日に信頼、吉友討伐の戦時が下り、兵士の軍勢が代理に押し寄せた。友長は兄の吉平、弟の頼友と共に代理の守りについた。この時、友長は十六歳。やがて戦闘が始まるが、具官省によると信頼方は合戦が始まると、 すぐ慶のしま地に出て、やがて六原へと押し寄せたが、最後は十気程度の兵力となり敗北。とを脱出する。義友は少人数となった子や一族老党とともに、慶を落ち再いすべく、東国を目指すが、大原の流会津で落ちうどがりの比叡さんの山帽子が、行く手を遮ったため合戦となり、義友の王子の義しは首筋に矢を受けて落馬、友長も左ももに矢を受けてしまい、 あぶみを踏みかねた。義友が矢を受けたか、常にあぶみを踏み、敵に裏に回り込まれるなよと励ますと、友長は、私は大丈夫です。それよりも、ムツロクロ殿が深げを追われていますと気丈に答えた。一行は、なんとか山帽子を蹴散らして、先へ進むが、大見国方との裏で義高の首を埋葬し、その後逃亡を続ける。その間、ね若い頼友は、 疲れ果てて脱落してしまう。一行は、身の黒青墓塾に着いた。ここの長者多いは、吉友のかけの一人であった。一行はここでもてなされて休息した。ここで吉友は、吉平と別れ吉平は、東山道へ向かった。吉友は、友長を東海道に向かう自分に、同行させようとするが、友長は、傷の悪化を理由に、それを拒否。 父の義友に頼んで殺害してもらったという。その後、終わり国で義友は、おさだただの裏切りにあって殺され、首は刑へ送られた。大井は、友長の亡骸を丁重に埋葬したがやがて、兵士の知るところとなり、墓は暴かれ、友長の首を取られて、刑の六条河原に義友と共に晒された。友長の首は森役だった、大谷中太が奪い返し、とうとう御国と田軍。 友長村に埋葬した。そのため、友長の銅の墓は岐阜県大垣市に、首の墓は静岡県袋井市に二つある。江戸時代の廃人、松尾芭蕉は、青墓の友長の墓所を訪れて、苔、前むつたのうつつの念仏なりと読んでいる。また、修羅能の演目に友長の死を扱った、友長がある。ありがとうございます。